皆さんこんにちは、ブチジーです。いかがお過ごしですか？今回のお題ですが、新幹線の途中駅を建築していきたいと思います。この新第一拠点駅についてこんなコメントをいただいています。新幹線用改札を作らないと。新幹線の連絡通路を改札にしてみては？ということで、新幹線の改札を作っておきましょう。この駅には改札が一つもありませんでしたので、この機械に作ってしまいます。現在の新幹線の路線ですが、高架部分は工事が終わりました。トンネルの区間はタワードレールを置いていく作業が残っています。タワードレールは前後8レールまで音状態を伝えるので、下のレッドストーンブロックは16マス間隔でいいと思いますよ。レッドストーンブロックは前後8なので16間隔でいいと思いますよ。確かにそうですね。全然気づかずに作業をしていました。結構長い区間の作業が終わっていますので、一旦は次の駅までは現状維持で行きます。トンネルを抜けたこの場所に新幹線の途中駅を作る予定です。この場所ですが、以前作ったキャンプ場の近くでした。キャンプ場を利用する人が新幹線の駅を利用する設定になりそうです。駅の周りを軽く整地してから建築に取り掛かりましょう。整地が終わりましたので、次は軽く線路を敷いていきます。まずは、ホームに向かう線路を敷いて、そして、通過線を敷いていきます。反対側も、停車用、通過用の順番に線路を敷いていきます。裏作業で、駅のホームを作りました。ここからは、壁を作っていきます。骨ブロックを大量に置いていきます。コメントをご紹介しながら作業をしていきますね。一回の動画が無編集だと、何時間くらいの動画になりますか？前回の動画では、元の動画は1時間程度ありました。これを編集して、5分41秒の動画になっています。お、新幹線か。加速レール、やばそう。無限アイテム増殖機のアップデートがありましたが、大丈夫ですか？ Java 版 1.13.2 に対応した無限増殖機で、レールを増殖させています。死んだサンゴを置いておくと、なぜか増殖するシステムです。壁と天井を作り終えましたので、黒のガラス板で窓を作っていきます。こんな感じになりました。
内装や改札部分は今後作っていきたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。